半世紀生きたもう働きたくないピロヤンです。おはようございます。12月28日の、お昼じゃない、お昼前か、朝11時半です。今日もよろしくお願いしますね。年内の仕事終わったんで、まあ一応予定ですけど、もうバイトもいかんかな。はい、家でゆっくりしてます。じゃあちょっとお昼ご飯、明太子パスタいただきます。昼寝してました。今日の晩ご飯はレトルトカレーです。いただきます。バイトも行ってないんでね、一日ゴロゴロして、まあたまにちょっと買い物がてら散歩したりね、まあ、そんなしたぐらいですね。はい、冒険すぎてなんか余計疲れた感じです。はい、動画ご視聴いただきありがとうございます。ピュレンでした。やまた。